はい、今日も元気に頑張ってまいりましょう。あなたの街を元気に、日本を元気に、みんなのテレビ東一郎ビタミン TV、 日曜の夜は東一郎ビタミン TV。 はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今日も東一郎ビタミン TV にようこそお越しくださいました。6月1日日曜日のビタミン TV、 池田東一郎でございます。どうぞよろしくお願いします。それから今日はアシスタントに斉藤美由紀さん。斉藤美由紀です。よろしくお願いします崎を代表するブラジル音楽家、歌手素晴らしい方が今日はお見えであります。ありがとうございます。昨日実はですね、はい、茅ヶ崎サンバミーティングっていうのがありまして、はい、行ってきました。ありがとうございます。あの中海岸のカフェアイザック、はい、ね、楽しかったですね。本当に目の前ですからね。え、本当にもう気持ちのいい、カフェですね。みゆきさんはね、やっぱ歌ってる時がね一番かっこいいね。ありがとうございます。もうすごいすごい、うん、はい。でね、あのね、うちの奥さんがね、はい、みゆきさんはね、はい、どこがいいかっていうとね、はい、歌もいいんだけど、お尻がいいんだっていうさそうですね、なんかこう、ね、お尻がこうなってて素晴らしい。はい、昔は言われました。僕が言ってるわけじゃないですからねうちの奥さん。そうですねでもこっそり思ってたりして。いや、俺歌ってる上しか見てない。あ、そうですかじゃあ今度はぜひお尻のあたりも見ていただいて。どうやってこういうのを維持してるんですか。いや、何にもしてないですよまあ、昔ダンスやってたからそのせいですかね。あ、うん、そうなんですよ。多分なんかこう、はい、秘密のねトレーニングやってるんじゃないかなって僕は思うんですけど。いやもうね。ということで、はい、斉藤美由紀さんと一緒にやっていきたいと思いますが、はい、今日のテーマはですね、はい、TV、ニュース解説、いつものように美味しい情報、はい、そして今日の一言ということで、はい、進めていきたいと思いますが、まずニュース解説はね、はい、これですね、うん、もうね、5月22日の新聞ですけど、はい、もう大井原発再稼働差し止めっていうね、うん、はい、もう一面にデカデカ載ってるわけです。すごい話題になりましたよね。話題になりましたね、これね、うん、大井原発運転差し止め、安全性に欠陥ということで、うん、はい、裁判所の方が判決を出したということで、はい、大騒ぎ、うん、ね、ということで、今日のビタミン TV はこれだ、はい、原発再稼働を考えてみたい、うん、大事大事。もう日曜の夜は斉藤美由紀ちゃんと、はい原発再稼働を今晩考えるぞっていうことでやってみるよ。で、これもう今日のお題は大井原発3、4号機運転差し止め請求事件判決、はい、平成26年5月21日、はい、福井地方裁判所、うん、でね、これどんなのかっていうとね、僕ね取り寄せましたよ、このコピーですけど、はい、すごい、もう判決、裁判の判決っていうのはね、こうなってんのね、はい、それでこの厚さがすごいですよね。厚さがすごいでしょ、こんなあるんだよ ねで、被告はといっぱい書いてあるわけですよ、はい、これが、うん、あの原発再稼働を認めなかったって、はい、まあ地方裁判所のね判決ですけど、はい、で、まあ控訴をされてますから、はい、まだ固まってはいないんだけど、はい、裁判所が一つの考え方を示したということでね、はい、とってもすごいことじゃないかなと思っているので、うん、今日はちょっとこの判決をもとにね原発再稼働を考えてみたいということで、はい、まずね、この大井原発っていうのをね、うん、ちょっとね
はい、ちょっと勉強してみようっていう感じでね。はい、うん、どこにあるのかっつうと ね、 ね、福井県にあるんですよ。はい、大井郡大井町、大井町っていうんだよね。でね、関西電力が持っています。はい、でね、出力はね117万5000キロワットかける4つあるからね、原子力発電所がね、うん、はい、470万キロワットで、うん、日本でね2番目にでかい発電所なんですよ。大きいんですね、原発っていうのは。べらぼうにでかいところなの、うん、もうこれがね、あの再稼働できるかっていうので、うん、まあ、電力会社の方は、はい、まあかなりね頑張って再稼働したいって言ってんだけど、うん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 、裁判所が待ったをかけちゃったということで、はい、うん、まあ、あの地理的にはね、はい、大井原発っていうのは琵琶湖があって、はい、でここは京都 で、 でここにあるわけね。あ、なるほど ね、ね、はい、ここ京都の上、うんうん、ね、だから何かあるとまあ危ないっすよね。そりゃそうですよ。京都があったりこっちに大阪があったりね、うん、何百万人も住んでるからね、うんうん、だからまあ、ね、みんなどうするのって感じで、うん、非常に心配をしているという原子力発電所なんだが、うんうんうん、今度の判決はどういうことかっていうと、もう一回ね、はい、復習すると、はい、こういうことですね。判決のポイント、はい、大井発電所の3号機、うん、4号機の原子炉を運転してはならないということで判決が出ましたっていうことなんだよね。でね、これなんでね、運転してはいけないかっていうと、国が決めた基準をね、安全基準っていうのがあるんだけど、その通りに、まあ、関西電力の方で、地震のこれぐらい揺れたら、うん、うちの発電所は大丈夫ですよっていう、うん、計算をして、はい、それを国が審査をしてね、うん、で再稼働しましょうっていうことになるんだけど、うん、裁判所からしたらその地震がこれぐらいの地震が来たら大丈夫ですよっていうぐらいの地震が来ちゃうでしょと、うんね、だから大丈夫だって言ってても、はい、そんなに地震っていうのは予測できないんだから、そうですよね、でかい地震が来ちゃうでしょと、実際にそういう想定をされたね、地震よりでっかい地震が来ちゃったのが福島第一原発の事故だから、本当そうですよね、そう、だからその裁判所の方は、うん、でっかい地震が来たってね、あの大丈夫なようにしてくださいねというのが、うんうん、まあ今度のはい、判決のポイントだというとこなんですよ、うん、当然ですよね、当然だよね、うん、だけどなんで、うん、その国はね、はい、そういう甘いっていうかな、地震が あのでっかい地震が来たったらダメですよって言われちゃうね、うんうん、裁判所に言われちゃう基準を作るんですかっていうことでしょ、うん、そうですよね、国がさ、あの厳しい基準をちゃんと関西電力にね、うん、あのこれでやってくださいねっていうふうにして、うん、できちんと審査をすれば絶対に大丈夫だっていうのをさ、ね、作ってくれればいいんだけど、うん、裁判所が見たらおかしいじゃねえかっていう基準っていうことは、うん、まあなんかこう不安だよね、そりゃそうですよ、ね、で、うん、あの電力会社の方も、うん、なんかいざ動かしてみたらね、うん、裁判所でダメだっていうふうに言われちゃったら困るしね、うんうんうん、まあ、だからなんかその原発再稼働問題ってね、うん、なんかその基準そのものがね、なんかちょっと怪しいなっていう、怪しい雰囲気でしょ、うん、ね、本当ですよ、だからちょっとね、うん、考えてみよう、はい、怪しい、ぜひぜひ、何かと怪しいよと、うん、この原発再稼働っていうのはさ、うん、なんかこう再稼働させちゃったらいいんじゃないっていうのが先にあんじゃねえかなみたいな ね、再稼働ありきみたいなね、ありきっちゃって困るよね、うん、やっぱり安全なね原子力発電所にしてもらわないといけないんだから、本当ですよ、ところがさ、なんか最近のニュース見てると、はいはい、これこれ、はい、このね吉田所長長所っていうのがあって、はいはいはい、これをね隠してたっていうわけですよ、あ、そうなんですか、福島第一原発のね、うん、吉田所長さんっていう方が、はい、いらっしゃいましたよね、いろいろと事故についてね、うん、語ったものを、はい、まあ、これ新聞に出てるんだけど、はい、吉田長所をね隠してたっていうんですよ、うーん、で隠してた吉田長所っていうこの吉田所長さんも亡くなったんですけどね、はいはい、そうですね、こちらがいろいろと事故調査委員会に語ったものを、はい、
隠してたのを見っけられちゃったっていうか、うん、新聞社の人が入手をして、うん、といろいろ書いてあることがちょっとおかしいんじゃないのっていう話で、うん、まあ全資料ねちゃんと公表すべきだっていうようなことが、まあ、新聞には書いてありますけどね、なんかこういう大事なことをねちゃんとこう、まあ、隠してたっていうのはね、うん、なんかちょっと心配だなっていう感じはするよ ね、 ね隠してなかってことですよね、うん、あとね原子力規制委員会っていうのがね、はい、原発再稼働をするかどうかっていうのを、うん、まあ、あの政府の審議会みたいのがね、うん、あってそこで審査をするんだけど、うんうん、この原子力規制委員会の人事っていうのが、はい、これがねまた変なことがあって、うん、こうね審査の厳しい委員をね、はい、差し替えちゃう、うん、なんか都合のいいようにっていう感じなんですね。なんかねこれもね、うん、怪しいよなっていう感じでしょ、うん、怪しいよね、怪しいです、怪しいです、怪しいよこれ、まあ、ちゃんとやってほしいんだけどね、うんうん、本当ですよ、ね、だってもうみんな生活に直結してますからね、そう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 、安全だったりね、うん、だからまあ、ことにあの基準はちゃんとやってほしいけど、うん、あのこうなんか怪しいことはなくしてほしいですよね、本当ですよ、ね、怖いからね、うんうん、やっぱりね透明性がないと、ね、でね、あの原発をその再稼働したんですよ、はい、あの大井原発をね、はいはい、平成24年の夏に、はい、まあその時ね、うん、原発を動かさないとね大停電になるって言ったわけ、言ってましたよね、言ってたでしょ政府の方でね、そういうふうにわーって言ったんだよね、うんうんうん、言ってました言ってました、うん、だから僕調べてみた、はい、本当に停電になるんですかね、はいはいはい、っていうので、うん、そうするとさあのピーク時電力っていうのがあって、はい、これがね、うん、あの夏の一番暑い時に一番こう電力が消費しましたっていう電力なんだけど、うんうん、ここがね平成21年っていうのが原発が動いてた時ね、はいはい、でこの時2818万キロワットでしょ、はいろいろあったんだけど、うんはい、去年、はい、去年ね2816万キロワットじゃないですか、はい、これは原発がなくても、うんうん、原発があった時と同じくらいだけ電力消費があって、うん、本当ですね、発電できちゃった、本当ですよね、ねえ、うん、これだっていらないじゃん、全然原発がなくても同じことを発電できるんだから、うんうん、いらないじゃない、うんうん、っていう感じもしちゃうよね、本当ですよ、ねえ、なんかねえ、ねえ、怪しいな、怪しいなっていうのあるよね、はい、それからね原発はね、うん、あの安い、うん、ね、みんな安いって言いますよね、だからいいみんな安いからね、うん、動かさなきゃいけないっていうわけ、うん、言いますね、これまた調べてみたのね、はい、したらねここここはね見てほしいんだけど、うん、これはね2010年の試算っていう試算なんだけど、はい、これはね事故の後の試算なの、うんはい、うん、だからこれ最新の、うんうん、あのいろんな発電方式のね、はい、コスト比較なんだけど、うん、原子力っていうのは最低 8.9 っていうのがあって、はい、まあ、最低っていうのは事故の処理がいろいろ原発事故の処理があるから、あ、はい、まあ、これから膨らむよっていう前提で 8.9 円なのね、はい、1キロワットあたり、うんうん、ところがさ、石炭火力っていうのは 8.9 から 9.1 でしょ、うん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 、で、LNG 火力っていう天然ガスの発電ね、はい、これが 10.4 から 10.8 とかってね、うん、あの火力発電とね、そんな変わんないのよ、変わってないですよね、そんな変わんないんだよね、他になんかボーンと高いのね、確かにね、高いのがね、この太陽光発電、うん、あ、太陽光発電1個だけ高いんだよね、うん、これね、あの原子力とか火力の3倍ぐらいするの、はい、うん、だからこれはねやっぱり太陽光発電を導入しなきゃいけないっていうことは、はい、結構言うんだけど、うんうんうん、再生エネルギーね、うん、結構言うんだけどこれ結構高いよね、はい、あーですね、だからそんなにまあね、うんうん、すぐにはいかないのかなっていう感じはしますよね、はいはい、まあだけど原子力が飛び抜けて安いわけじゃなくてですよね、火力発電所だって大体同じわよ、うんうん、ね、ね、怪しいなーっていうのがあるんだ、どう考えてもね、でね怪しいな、もう一個言っちゃうと、はいはい、これ
まだ電力会社のね、うん、経営がね大変だからね、あのなんか原発を動かしたいんだっていう話もあるでしょ、うん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 、それでねちょうどね電気代上がったし、ね、そうそう2014年のね、うん、3月決算っていうのがね、はい4月の末にね発表された、はい、でね確かに関西電力、うん、北海道電力東北電力なんかはね、うんうん、赤字なの、はいはいはいね、赤字なんだけど、うん、赤字幅がね、はい、ぐーっとね縮小してるんです。あ、そうなんですか。はい、うーん、なんかね景気がね景気っていうかな経営状態がね改善してるかなり、うん、あら、それで東電とか北陸電力、はいはいはい、まあ沖縄はかあの火力しかないんだけど、うん、黒字だよ。そうなんですか。黒字、東電ってね黒字なのよ。電気代上がったのに、ねね、で赤字がなんで起きてるかっていうと、はい、燃料費、これはね、うん、火力発電がねどうしても多くなるから、はい、火力発電っていうのは天然ガスを今ね結構使ってるんですよ。なるほど、まあ、天然ガスの値段が上がってるとかいろいろ言ってるよね、うんうんうん、でね黒字の原因はね何かっつうとね、はいはい、電力料金値上げだ。来たよ来たよ来ましたね。そうなの。そうだよ、だから経営が苦しいって言ってても、ね、電力料金値上げで黒字になってんじゃん。なんだそれ、どこ行っちゃうわけ。給料怪しいんだ、怪しいんだよこれがね。まあでもねこのね燃料費が増えて電気料金が値上げになるっていうね、はい、うん、ただねこれをねなんとかしていかないと、うん、そうですね、うん、まあ再稼働反対って言ってるだけじゃダメなような気がするわけです、うん、本当ですよね、うんうん、だからこっちのね燃料費の増大と電気料金値上げのこのサイクル、うんうん、これをなんとかしたいんだけど、うん、そうですね、これがさ俺に調べてみたら、うん、はいはい、これが原因なの、うん、天然ガスの輸入価格が問題なの、うん、あー、うん、そうなんですね。でねちょっとこのグラフ見てよ、うん、天然ガスの輸入価格が、はい、これがね単位がね、うん、100万 BTU っていうねあの英国の熱量単位って、まあ、特別な単位なんだけど、はい、ドルでね、まあ一つの単位なんだけど、うん、ドルで2009年はね 7.49 ドルだったのね、はいはい、輸入価格がね、はい、それが2014年、はい、見てみて、うん、17.81 ドル、10ドルも上がってる。そうだから2倍以上、うん、2倍以上に天然ガスの輸入価格っていうのは上がっているわけよ。それでこれドル表示だから、はい、今円安でしょ、うん、これで、ね、これで値段が燃料費が増大をして、うん、それで電力料金が上がっちゃってるわけよ。なるほど、うん、そうなんですね。そうなんです。そうなんだけど、うんうん、なんかおかしいと思わない？うん、ドルの輸入価格が上がってるっていうことは、うんうん、なんかこう足元を見られているようなね。なんかね、あのねニュースとかで言ってるのは、はい、燃料の輸入量が多くなりましたと、うんうんうん、はい、で円安で、うん、円建ての価格が上がっちゃいましたと、うん、あ、まあ、まあだから燃料費が上がってるっていうんだけど、いや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 、うん、元の価格がこんな上がってるじゃねえかと、ね、これじゃあちょっと大変だよね、うん、それでねもう一個ねあるんですよ、はい、じゃあね他の国のね、はいはい、他の国の天然ガスの価格がね、うんうん、どうなってるかっていう資料があるんだよこれ、うん、ここのとこなんだけど、はい、うん、このね、はい、緑がね、うん、アメリカの輸入価格、はい、それで、はい、赤がヨーロッパの輸入価格、うん、はいはい、で青が日本の輸入価格ね、うんうん、で輸入価格さっきほら 17.81 ドルだったでしょ、はい、100万 BTU って言うんだけどさ、はい、ね、ヨーロッパは 10.80、 半分近く、ね、半分近く安いでしょ、ね、でアメリカはさ、うん、5.11 ドルだよ、3分の1。日本の3分の1でね、アメリカはね、うん、天然ガスを輸入して発電できてるわけ、ね、で日本の半分ぐらいの価格で、はい、ヨーロッパは天然ガスを輸入して
発電ができちゃってるわけ、うんうん、この差がさ、ね、大きいでしょ。すごい違う。これをほっといたらさ、なんかこう頑張って国際競争力を高めるためにさ原発動かそうっていうのは、うん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 、なんかちょっとね短路的だよね。そう ね, ねもっと交渉できないんですよ、ね、もっとなんか交渉してね、うん、あの安くすればいいじゃないですか、うん、ね, ね、うん、そうだね。怪しいや怪しいや怪しいよ。でこの値段の差がなんだかっていうので、うん、いろいろ調べてみたのね、はい、ただね、うん、あの天然ガスっていうのはね、うん、パイプラインでね輸入すると安いんだって、うん、ああそうなんですか。じゃあヨーロッパは、うん、天然ガスはパイプラインで輸入してるから、うん、まあ多少安いと、うん、地続きだからね、うんうん、アメリカが安いのはね、うん、これはね自分でね天然ガスがね、うん、出てきちゃってるわけ。あ、そうですね、最近ねシェールガスがバカ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 出てきちゃったりしてね、うんうん、ありますんですよ、うん、だからまあ日本は船で運んでくるから、うんうん、不利は不利なんだけど、うんうん、確かにねそれはあるけどね。日本はね、はい、ただね天然ガスのね、うん、世界一の輸入国なんですよ。あらあら、そんなにいっぱい輸入してんですか。そうでしょ。そう、うん、世界一の輸入国、うん、世界全体のね4割ぐらい輸入しています、そうなんですか、うんうんうん、へー。普通はさ、うん、たくさん買うと安くなるでしょ、うん、ね、大量買いだから安くしてよって交渉しますよね。普通はねたくさん買うと安くなるんで、うん、それが高くなってるわけ、うん、これね完全になんかこう日本の交渉力っていうかさですね、よく言われるけど、ねね、で誰が交渉して買ってるんですかっていうと、うんうんうん、電力会社なんですよ。あ、そうなんですか。国じゃないんですか。電力会社は買ってるから、うん、だっていくら高くなったって、うん、電力料金上げりゃいいじゃない。それはないでしょう。ねえ、だからそこはやっぱり国がさ、うん、ちゃんとリードをして、うん、ね、政府がリードをして、うん、まあいろいろ集団的自衛権とかさ、うん、なんか韓国といろいろあるとかやるんだけど、この天然ガスの価格をさ、うん、下げる方が大事でしょ、うん、そりゃそうですね。もうね生活直結してるし、こういう差があるからさ、うん、まあほっといたらほら原発に頼んなきゃいけないっていうことになっちゃうんだけど、これをなんとかすればね、天然ガスの輸入価格が下がれば火力発電所のコストが上がっていくわけですよ。そうしたら原発なんて動かさなくたってねいいじゃないですか。ということで、まあなんかいろいろ怪しいことはあるよねみたいな感じで、まあ一応こういう感じでまとめてみると、はいはい、ね、再稼働の前に、はい、まあ事故原因究明したり、うん、情報公開したり、うん、まあよく再生可能エネルギーをね、はい、もっとたくさん作っていきましょうっていうことがあるんだけど、うんうんうん、当面さ、この天然ガスの価格を下げるっていうことですよ。まずはそこをね、しっかりとやることですよね。たくさん買ってるのにね、うん、高く買わされているっていうのはちょっとおかしい。そりゃそうですよね、うん、怪しいよね、怪しいということで、第1部のニュース解説は天然ガスに問題ありということで、はい、原発再稼働問題考えてみました、はい、それではちょっと休憩でじゃあ、 今日は斉藤美由紀さんの、はい、ライブの映像をちょっとご覧いただいて、はい、昨日のライブですね、はい、行きましょう、はい、ぜひ聞いてください。Thank you.
さん、この曲は、はい、私のオリジナルの、曲で、エストラダパラバイヤ、バイヤへの道という曲でした。はい、はい、よかったね、本当に、はい、いい曲でした、僕大好きです。ありがとうございます。ということで、今日はビタミン TV ニュース解説原発再稼働問題考えて、はい、今度美味しい情報、うん、あ、美味しい情報いいですね。今日はこれだ。あら何ですかこれ北海のお土産物屋さんで売っている、帰ってきた希望戦士、はい、石ダム、イエーイ、石ダム、あれ、まあ、誰かな、まあ、誰かに似てるけど、まあ、それは皆さんのご想像にで、ちょっと 何が入ってんだか見てみます。すごいな、こんなの国会で売ってるんですか。売ってるんだよね。素敵、鳥取のヒーローなんですね。そうみたいよ。はい、なるほど、石ダム。はい、なんだろう。さあ、あれ、あ、おまんじゅうが入ってる。ね、これ南蛮の形に似てますね。これ梨じゃない、梨。ね、なんか梨のまんじゅうだよね。20世紀梨果汁入りまんじゅう、ね、ですね。ですね。はい、はい、なんかすごい可愛い。食べてみる。あ、じゃあ私もいただきます。すごい可愛いね、え、ちゃんと形になってるんですね。どうですか、どうですか。いただきます。普通の味でもなんか形が20センチ形が可愛いよね、うんうん、形が可愛い。あ、でもなんかほんのり梨の、うん、梨の香りがほんのりね、うんうん、ほんのりしますね、はい、うん、でも美味しいんじゃないですか、うんうん、美味しそうだよ。美味しいよ。美味しい美味しい。ということで、今日は美味しい情報、はい、はい、石ダム、ね、石ダムでした、はい、これ裏も面白い、裏も、はい、裏、なんて書いてあるんですかね。石ダムが立て直してみせます。日本を、地域を、自民党を、自民党をね、なんかわけわかんないこと書いてあるまあこんなお土産も売っているぞと、はい、いうことで、はい、今日は美味しい、はい、石ダムというおまんじゅうでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。それでは今日の一言、はいはい、行ってみよう、はい、今日はね、ちゃんと書いてきたんですよ僕、はい、ね、うん、はい、ゲゲ、心配、パッとしない、使いたくない、はい、さあこれはなんだ、これはもしや、これは何でしょう、なんかちょっとこうずれてるっぽいのがいいですね。はい正解、はい、そこですね。ちょっと苦しいかなっていうのも原発ですよ ね、 ね、使わなくて済むんだったら、ね、もう、ね、まあ、天然ガスをなんとかしましょう、うん、そう、ということ で、 で今日のビタミン TV、はい、これでおしまいでーす、はい、ありがとうございました。あなたの街を元気に、日本を元気に、みんなのテレビ、統一郎ビタミン TV、 日曜の夜は統一郎ビタミン TV。